こんにちは。ナナです。藤井聡太王将への挑戦を続けている菅井八段。今日から2日間の日程で第73期アルソック杯王将戦第3局が始まります。3局目にして、やっと本来の菅井八段を取り戻しつつある感じで安心しています。表情も徐々に柔らかくなっておる。藤井聡太王将は普段と変わらずスマイルを作られ、ファンサービスも自然体で行っている様子に貫禄を感じます。場所は島根県大田市の三瓶荘にて指されます。藤井王将はあと2つでタイトル防衛が決まります。防衛すればなんとタイトル戦20連覇となる。取ったタイトルを今まで一度も落としたことがない驚異的な記録を更新中。もうここまで来たら4連勝できるんじゃないかって思ってる。対局は両日とも9時に始まります。本局の先手は菅井八段。持ち時間は各8時間です。立ち会い人は福崎九段。副立ち会い人と現地大盤解説は畠山守八段、聞き手を藤井奈々女流初段、記録係は松下初段がそれぞれ務めます。今回も前日に見聞の後対局者はインタビューに答えています。藤井王将から、まず全局を振り返って、どういう風に戦っていくか、非常に難しい将棋だったんですけど、封じ手のあたりでは、少しリードすることができて、その後対局中わからないところもあったんですけど、攻めをつなげて、着手することができた一局だったのかなと思います。第3局への意気込み。ここまでは、いい結果が出せていますけど、指している感覚としては、どちらも難しくてわからないところも多い将棋だったかなと思っています。時間の使い方も2局指して、ある程度感覚をつかめたところがあるので、そういうところを活かして第3局戦えればなと思います。このように語っていますが、これサービストークですよ。楽勝でしたとは言えませんからね。叡王戦とは違い、完全に、藤井王将は振り飛車を攻略していますから。本局も安泰です。間違いない。そして、菅井八段は、とても興味深いことを語っています。前局から間隔が短かったが、どのような調整をしてきたのかについて聞かれ、修正する時間ですとか少なかったんですけど、自分の中では、いい状態で今日を迎えられたかなと思っています。前局は、内容的にも、そうですし2日制の将棋の内容ではなかったので、棋士になって、一番の恥かなと自分では思っていたんですけど。でもなんかこう、自分にとって必要な恥だったんじゃないかなと思っていて、3局目に挑むにあたって、自分の中で、いろんな不安とか集中できないところもあったんですが、一気に吹き飛んだ感じがしました。このように語っています。封じ手前に間違えたことを言っているのでしょう。藤井聡太王将が相手ですと、序盤で間違っただけでアウトになるという恐ろしさ。他の棋士なら見逃してくれるかもしれないですが、そんなことは考えられない相手です。それでも、あの間違いで、一気に何か不安な気持ちが吹き飛んだとしていたので、きっと、本局は、素晴らしい将棋を見せてくれるはずです。見聞とインタビューの後対局者は、前夜祭に出席をしています。そこで起きた挑戦者からすると、不吉な出来事。思わず、主催者の本音が出てしまって菅井八段としては、びっくりだったであろう言葉が飛び出したのです。王将戦ホームページには、訂正された言葉が上がっていましたので、実際に、毎日新聞社の松江支局長笹本さんが話した挨拶をご紹介します。史上初の八冠を達成された藤井聡太王将に、振り飛車を得意とする菅井竜也八段が挑戦するシリーズです。いよいよ、明日から、ここ島根県大田市の三瓶荘で第3局が始まります。藤井王将に羽生善治九段が挑戦された昨年の王将戦七番勝負は第5局が、この会場で行われ、形勢が2点3点する激しい戦いが繰り広げられました。今期は、藤井王将が2勝と先行する形で迎えるこの第3局。
岡山県出身の菅井八段が、ここ島根で、どのような将棋を見せていただけるのか。きっと、明日から行き詰まる非常に名勝負が繰り広げられるものと思っています。明日からの対局にぜひご期待ください。このような言葉がありました。この言葉どこかがおかしいんですが気がつきましたか。そう。行き詰まるって言っちゃったのよ。支局長が、行き詰まる勝負って、すでに、菅井八段が、どうにもならない状態になるってことですよね。これは、本音がポロリってことでいいのかな？行き詰まるって、同音異義語があるので、言葉で言うと、どちらを言っているのかわからないため、息が止まるほどの緊張感を持ってと表したいなら、息が詰まると言った方が良かったよね。じゃないと、先へ行けなくなるという意味に捉えられてしまうから。そして王将戦公式ページには、次のように言葉を修正して紹介しています。藤井王将が2勝と先行して臨む本局となりました。菅井八段は、ここ島根で、どのような将棋を見せていただけるのか。明日から息が詰まるような名勝負を期待したいと思います。このように訂正しております。行き詰まるようなでは終わっているというような表現で、縁起が良くないよね。ひらがなにすると、一文字違いなのに、意味が全く違ってくるのよね。さすがに、その言葉を聞いて藤井聡太王将も、当然菅井八段もびっくりしたでしょうが、表情には出ていませんでした。コメントでは、ツッコミを入れている人はいましたが、会場にいた人はくすっともしていなかった。主催者も緊張しちゃうよね。こういうかしこまった式は、支局長が言いたかったのは、息が詰まるほどの緊張感がある対局ということでしょう。そんな対局がおそらく見られることでしょう。そして、前夜祭で、藤井聡太王将は次のように語っています。こちらで対局をさせていただくのは、昨年に続いて2回目になります。その時は、第5局で2月だったのですが、今年は、第3局の1月ということで、周り一面雪の景色で、また、違った風情を感じております。こちらに来たる前に途中、物部神社に参拝をさせていただきました。おのそかな雰囲気で、明日の対局に向けて身の引き締まる思いがしました。明日からの対局は、第1局、第2局の経験を生かして、より集中力を高めて臨んで、面白い将棋が指せればと思っています。そして、菅井竜也八段は、本当にすごくいい状態で来ることができました。先ほどの見聞で、対局室を拝見させていただいたのですけど、本当に集中できる環境を作っていただいて、皆様に感謝しております。三瓶荘は、昔からお世話になっている場所で、今から、8年ほど前に、将棋合宿と言って、自分たち棋士の勉強の場を準備していただいたことがあります。そういった経験ですとか、その時お世話になった感謝の気持ちを、明日の将棋に込めたいと思っています。成績としては押されていますが、自分の将棋を指せば、あまり気にする必要ないかなと思っていますので、明日からの一局に全てを込めたいと思います。頑張ります。このように語っていました。今日から2日間の対局本当に楽しみですね。Disappear, you wouldn't even care. Why does it hurt me?